上の写真、トリミング税肉眼では、こんな感じに見える。ケシウミアメンボハロベリアセプテントリオナリスは、海岸の水面に見られる、小さな昆虫である。日本南部では普通種だが、ごく小さいため、目にはつきにくい。昆虫で海に進出したものは、ごく少ないが、その一つに、アメンボ類がある。ケシウミアメンボもこれに類するものであるが、他の海産アメンボの多くが、 アメンボ科のものであるのに対して、これは、カタビロアメンボ科に分類されている。ごく小さいアメンボであり、岩の多い海岸で普通に見られるが、何しろ小さいので発見は、それなりに難しい。名前は消し粒のような、ウミアメンボの胃であろう。体長は1.5から2ミリメートル程度。全体に黒く、ビロードのような、細かな毛を密生する。オスの体は楕円形で、 メスでは、後端が明瞭に細まる。羽根はない。頭部は大きく、背面は盛り上がり、その基部中央に褐色部がある。触角は4節で、第一節が最も長く、先に向かって、外向けに曲がる。胴体部では、胸部が大きく、背面は丸く盛り上がり、幅も広い。腹部は短く、その中で第七節が、他の節より、明らかに長い。 大きく発達する胸部は大部分が中強節で、全胸は狭い。頭部の中央に縦筋があり、これは平滑な天国の列からなる。間隔網が3あるほか、腹眼の内縁に沿って8本の合網列がある。3体の不足は、第2体が一回りだけ長い。第1脚の形節の下辺りには、先端側から半分くらいまではっきりした櫛板があり、また、 先端直前の内側に十羽ほどの串板がある。第二脚と第三脚の間隔は狭い。海岸の海水面に生息する。岩礁の多い場所に多く、また岩礁の上に登る習性がある。普通種である。産後礁海岸にも見られ、群生する。三浦半島以南の日本から台湾まで分布する。日本産は一種のみ。海産のアメンボは他にもいるが、 いずれももう少し大きい。本種は、片広アメンボ科に所属し、これに含まれるものは、第二脚がアメンボ科のように長く発達しないものが多いが、本種は、他の足より、かなり長く、アメンボらしいが意見をしている。以下、記載は、種として、西村編長、P454、石ほか編、P240、石ほか編、P240、石ほか編、 P240 安松ほか、P103 西村編著、P454。ありがとうございます。